どうもよろすこです。今日はこれから終電山の方に向かって走っていこうかなと思います。もう梅雨時期っていうことでね、アジサイも見頃になっているでしょうから、まあ、終電山のアジサイってね、株がでかいというか大きいんですよね。というわけで見応えがあるので今日はこれから見に行こうかなと思います。ただ今日は雨の予報になっているので、まあ、終電山見て終わりになるかなと思いますけど、はい、まあ、アジサイだけ、見に行こうかなという感じです。それではね、終電山、まあ、いつ雨降ってもね、おかしくないような天気なんで、真っ白なんでね、ちょっと怖いんですけど、行ってみましょう。今日は白っぽい感じですね、あたりは。まあ、これだとね、海の方はあんまり楽しめなさそうですね。本当アジサイだけっていう感じになりそうですね。残念ながら小雨が降ってきましたね。まあ、パラツク程度なので問題ないとは思うんですが、あと15分ぐらいかかるので、まあ、このまま小康状態で行ってくれるといいんですけどね。まあ、今日みたいな日は車で行った方がいいでしょうね。やっと終電山が見えてきましたね。あと10キロ。やっぱ海の方もダメですね。近くの島は見えてます。あれ島かな、島じゃねえか。やっぱ遠くが見えないんで海の良さが半減してるっていう感じですかね。さあ終電山ですね。対向車見ませんね。自転車は見るんですけど、まあ、天気が悪いんでね、来ないのかな。まあ、静かに楽しめるならね、それはそれでいいので、ちょっと楽しみになってきましたね。まあまだ富士なんで帰る人がいないっていうだけかもしれないですけど、さて どうですかね。今日人いないっすね。まあアジサイもまあまあいい感じかな。いい運動でした。まあ終電山ね、やっぱり上り坂急なんでちょっと疲れますね。やっぱ運動不足だといい運動っていう感じです。はい、まあ、こっちもね景色はいいところなんですが、まあさすがにね今日みたいな日だとダメみたいですね。ではね、終電山アジサイねゆっくり見てきたんですけど、やっぱねでかいので、まあ道を歩きながらねゆっくり見えるので、まあ、良かったのかなというふうに思います。ちょうど出るときぐらいね、混んでると写真も撮りにくいしね、やりにくいんですけど、まあ、混んでないとまあ好きにね写真も撮りやすいので、まあいないときがいいですね。そんな感じです。まあちょうど1時間ぐらいですかね、まあ登って降りて写真撮ってっていうぐらいで見て回ってたんですけど、まあ、10時越すとちょっと人が多いっていう感じになるんでしょうかね。まあ、今日は雨なんで少ないかなとも思ったんですが、それでもまあほとんど埋まってましたからね。まあやっぱり株がでかいので、そしてちゃんと手入れされてるんでしょうね。しっかり花が、ね、咲いてるんで、まあいいのかなと思いますけど、まあ先週ぐらいの方がもうちょっとね、全体的に綺麗だったかな。ちょっと茶色っぽくなってる花もあったので、まあ、そのぐらいが良かったのかなと思いますけど、まあいいもんがね見えたのかなと思います。まあ、バイク乗ってたらね、雨って結構ね強く感じるんですけど、まあ歩いてたらねそんなに雨降ってなかったので、まあ、今日はね、小雨が降るっぽいので、まあこのぐらいだったらねどっか行ってもいいんですけど、まあ、濡れながら走りたくはないので、今日はこの辺でね終わりにしようかなと思います。まあ、目的のアジサイはしっかり見えたので良かったんですが、海がね見えないので、まあ、終電山ってね海が綺麗なところでもあるので、まあ、それがね、見えなかったのは残念かなと思いますけど、まあ、ちょっとね、雲が低かったからか雲海っぽく見えるところもねあったので、まあいいでしょう、そういうことにしておきましょう。そんな感じです。
それではね、今日はこの辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。